とうございました。ごめんよ、チェキが落ちました。すいません、私あの高野菜あのお腹が痛すぎて、お腹が痛くてあの高野菜に参加できませんでした。すいませんでございます。高野菜に参加できませんでした。申し訳ない、ちょっと待ってね、どこだ、はい、行きます。高野菜ありがとうございました。ジャデモちゃんフライング、ジャデモちゃんフライング、秋山さんフライング、そして、1番を取ったのは、レオちゃんでございます。おめでとうございます。そして、なんでふんふんばっか、ツナモちゃんがふん、秋山さんがふん、タッコーさんがふんふんの、シャタコさんがふん、タッコーさんがふん、ケンジーさんがにっこ、ケンジーさんがにっこり、タッコーさんがふんふんじゃない、タッコーさんがうつぱっちゃ、タッコーちゃんがタモさん、ツナモちゃんがふんふん、マールさんがふん、ジーちゃんマーガーハート、タクニーちゃんがふんふん、コパンダーちゃんがうつぱっちゃ、タッコーさんが泣く、なんで泣いてんの、まさざきシーガースパーちゃん、お仕事頑張って、そして誰だ、ルービー賞は誰だ、王子がありがとう、王子が狙ってる、ありがとう、そしてタッコーさん、秋山さん、タッコーさん、マールさん、マールさん、ケンジさん、ということでフライングじゃなくて滑り込みはございません。ということで、今取ったチェキはこれ。ありがとうございます。こちら、チェキ。ビンゴのケンジさんと、ビンゴのケンジさんと、小屋台の、マルさん、おめでとうございます。取りました。セクシーに株を持ってみました。ちょっとだけセクシーに株を持ってみました。ありがとうございます。そして、レオ氏の、アイコンも塗りました。レオ氏のアイコンも塗りました。こちら。じゃじゃん、ざわざわざわ、ずぶずぶずぶ、こちらでございますね。こちらでございますね。レオ氏ありがとう。あれがない、あった。丸くしたらこんな感じでございます。ありがとうございますな。ありがとう。これをここに飾らせてもらいまして、株が、よし。ここはね、修二さんに聞いたように葉っぱ、このなんか硬いのでいいの？これを細かく切ってごま油で炒めてご飯と一緒に食べると美味しいんでしょ。この葉っぱ茎のところのところ。そして白玉子先生にいただいたこちらのハムちゃんですね。ハムちゃんでございます。あ、電気つけるの忘れてる。こちらハムちゃんでございます。この子たちは一体何かと言いますとね、ガチャガチャでございますね、きっとね。ガチャガチャ全6種バクバクゼンマイハムスター。シャドウゴちゃんはね、過去にこういったねゼンマイをくれましてね。こういうね、のたうつかなぶんか、のたうつかなぶん、うーや気持ち悪い、すぐ終わっちゃうんだよね。これで第3弾はこちらのハムスターでございます。かわいい、光っちゃうな、か
かわいい。ハムスターね、私ハムスターはね飼ったことがないんですけれどもね、憧れはしますね。あ、いいな、かわいいなと思う。こうやって触ってたらクーってなったりするんだろうなと思ってね、飼いたいには飼いたいんだけどね、なんかちょっと怖いんだよね、ちっちゃすぎて。ちっちゃくてなんかしちゃわないか、しないんだけどなんかね、ちっちゃくてなんかちょっと不安になっちゃう不安になっちゃう。そうなんですね。でも可愛いって親戚の方がね飼ってたんだけどね、めちゃめちゃ可愛いって言った。めちゃめちゃに可愛いって言ってたよ。繁殖しなかったから、そこのツコはね、そう、親戚の方は繁殖はしなかったから、一匹でね、一匹でそのままね召されるまで面倒見たみたいですけど、めちゃくちゃ可愛かったってさ、よく猫と一緒に飼ってたなと思ったけど確か猫と一緒に飼ってたんじゃないかな、違うかな、別々で飼ってたのかな、ちょっと記憶が定かではないですけど、こちらのねゼンマイの、いやだ可愛い、ハムスター可愛いんだよな、ハムスター可愛いんだよな。もうゼンマイ巻くとね、こうやってさ、一気にできないのかなって思うけどね、一気にはやっぱできないんですよな、これ3匹が限度かな。一匹が限度ですね たまにさ、なんか覗きに行っちゃったりするのよ、可愛いから。いいなと思って、魚のなんか餌とかそういうのを買いに行った時にちょっとなんか見たりするんだけど、可愛いなと思って。ハムスターとか可愛いよね、可愛いよね。あとあれも可愛い、イグアナとかさ、爬虫類系とか、鳥も可愛いしね。可愛いな。ね、いつか飼いたいね、いつか飼いたいね。お母さんとか飼えばいいのにな、ハムスターね、飼えばいいと思うね。そうだよね、うんね、飼えばいいよねお前がな、お母さんが